チャンネル。感じに見えますね。ありがとうございます。技術的なことを言えば結構難しくなりますけど、でもしっかり体で打つっていうテーマにして、はい、今まで引っ張りに行ってたのをちょっとこう逆方向じゃないですけど、そっちの方向に打つっていうイメージで、やってます。まあ、しっかり体を動かして練習して、もっとレベルアップしてゲームに挑めるように、はい、頑張っていきたいなと思います。
と触れ合っていただき、野球をより一層好きになっていただければと思います。それでは開会に先立ちまして、阪神タイガースを代表して選手全員熱い気持ちを持って一緒に野球させていただくので、みんな楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。強い打球が来ると怖くなって取れません。どうしたら怖くない強い打球を取れますか。はい、まあ練習するしかないと思うんですけど、まあ自分でも怖いんですけど、とにかく練習して、その打球になれるようになったんで、まあ、とにかく練習して慣れるしかないと思います。あとここでみえちゃんから一言あります。空の関係ねえおかしっかりと下半身を使って投げることを意識してやってみてください。ありがとうございました。みえちゃん行きます。空の関係ねえおかしじゃあ、みえちゃんから一言。そらの関係ねえ、アイディ待てありがとうございました。